ザラストシップは、ウィリアム・ブリンクリーによる1988年の同名の小説を原作としたアメリカ合衆国 TNT のテレビドラマである。突如発生した新型ウイルスの蔓延によって、荒廃した世界において、その難を逃れた一席のアメリカ海軍駆逐艦の乗員たちと彼らに協力するウイルス学者たちが世界を救うために戦う。物語が進むにつれ、乗員たちは、 人口が急減した世界で権力を握ろうとする様々な敵と戦うようになる。制作指揮にマイケル・ベイを迎え、ターナーネットワーク・テレビジョンが企画制作を行っており、アメリカ合衆国で2014年のケーブルテレビ局における新作ドラマ視聴率のナンバーワンを獲得している。アメリカ海軍の全面協力を得た上、実際のアー,アーレーバーク級駆逐艦、 春ーなどが撮影に使用されている。アメリカでは2014年6月22日に第1話が放送され、2015年6月21日には、シーズン2が、シーズン3は2016年6月19日から、シーズン4は2017年8月20日から、最終シーズン5は2018年9月9日から放送され、同年11月11日に最終回が放送された。 2017年5月にはエリック・デインがうつ病の治療を受けるため撮影がしばらく休止された。日本では BS 富士にて2015年10月12日からシーズン1の放送がシーズン2の放送が2016年4月18日から開始された。2017年6月6日からはアクスンでシーズン1とシーズン2が連続して放送され、 2019年8月26日からはシーズン3が放送されている。ワーナーブラザースジャパンから全シーズンの DVD と BD が発売され、様々な配信サービスにおいて全シーズンが配信されている。トムチャンドラー中佐が艦長を務めるアメリカ海軍のアーレーバーク級駆逐艦ネイサン・ジェームズは北極海で無線風刺の中4ヶ月にわたり、 極秘の武器評価試験を行う。だが、予定終了後、同行した CDC のレイチェル・スコット博士はまだ、やり残したことがあると主張し、本国からも任務の延長が言い渡される。しかし、数日後に、ネイサン・ジェームズは、ロシア軍と思われる、戦闘員から、突然の攻撃を受ける。そのことをきっかけに、チャンドラー艦長は、スコット博士を問い詰め、 この4ヶ月間に世界は致死率100%に近い新型ウイルスの蔓延によって荒廃しており、スコット博士の目的はその資源株を手に入れてワクチンを開発することだったという事実を知る。乗員たちは直ちに帰国して家族の無事を確認することを望んだが、薬病が蔓延し、無政府状態の本国でのワクチン開発は不可能と考え、 隔離された艦内でのワクチン開発を決意する。その後も、ネイサン・ジェームズは、たびたび、ロシア艦に襲われ、検体収集及び補給のために上陸すると、生き残りのギャングに襲われるなど、様々な混乱に直面するが、それらを乗り越えながら、ワクチン開発に成功する。だが帰国した乗員たちは、残した家族の運命と変わり果てた母国に、直面することとなる。 ネイサン・ジェームズは、ボルティモアに寄港するが、生き残りを率いて抑圧的な共同体を築いていた、元政府高官である、グランダーソン中尉の母親に、一時戦を奪われる。乗員たちはレジスタンスと協力して、艦を取り戻し、チャンドラー艦長は、妻の死を知りたいして、子供たちと暮らそうとした後、本院して再び、ネイサン・ジェームズに戻り、世界中にワクチンを届ける任務に就く。 一方、発病しなかったゆえに神に選ばれたと信じる A。海軍潜水艦乗りのショーン・ラムジー率いる自然免疫保持者のグループは世界支配を狙い生存する。最高位の閣僚のミッチェナーを大統領に擁立して生存者を組織化する。各地でのワクチン製造を妨害し、ウイルス拡散の現況であるニルスを使って感染を広めてネイサン・ジェームズと対立する。 チャンドラーら乗組員は、ミッチェナーを奪還して艦に迎え、洗脳を解く。スコット博士はニルスを殺害し、その生体サンプルからワクチンの新たな拡散法を開発する。自然免疫保持者グループは、軍がウイルスを開発したとの嘘を広めて、市民を先導する。ネイサン・ジェームズは、ラムジーの乗る潜水艦を先頭で沈め、ミシシッピー川を登りながら、ワクチンを広めるが、 ミッチェナーが首都に定めたセントルイスでスコット博士が暗殺される。ミッチェナー大統領はアメリカを分割して統治する5人の地域権力者たちと協力し、配給制を敷いて物資不足に退治する。だが、首席補佐官の省は地域権力者たちと密かに結び、国民の不満を煽り立てた上でミッチェナーを暗殺する。後継のオリバー大統領を脅迫して、連邦の解体を進める。 中国主席のポンは、ワクチンのアジアにおける分配を託されるが、密かにワクチンを無効化して、日本を壊滅させる。元海上自衛隊艦長の竹早はそれを、アメリカの仕業と思い込んで復讐を誓い、海賊となって、ネイサン・ジェームズ艦長となったスラッタリーら上院を誘拐する。ワクチン無効化を調査していたアメリカ海軍、作戦本部長チャンドラーが上院を救出して、 ネイサン・ジェームズに戻り、竹早の誤解を解いた後に協力して、ポン引きる中国海軍と戦う。章の陰謀により、中国海軍の攻撃にさらされ、さらには解任され逮捕命令まで出されるが、ポンを殺し、アジアでのワクチン無効化を止め、ネイサン・ジェームズは密かにアメリカに戻る。ネイサン・ジェームズ上院は、上陸部隊を編成して、オリバー大統領を確保して、 地域権力者たちを捕らえ、その下の軍も教授にする。章は、チャンドラーの父を殺し子供たちを誘拐して、最後の抵抗を心を見るが、テックスに阻止される。しかし、テックスは射殺され、怒ったチャンドラーは章を殺し、軍を去る。シーズン4は、地中海を舞台とする。16ヶ月後、変異したウイルスは、あらゆる食用植物を死滅させて人類は、 食糧危機に陥る。唯一ウイルスに耐性のある食用植物である油やしの種を求め、ネイサン・ジェームズ、アルジェリアのテロリストのグループ、そしてギリシャに住む狂気のアメリカ人天才生物学者、ベレク博士のグループ及びそれと結ぶギリシャ海軍、そしてアメリカを不審の目で見るイギリスの情報機関が争う。チャンドラーは子供たちと共にギリシャに隠れ住んでいる。 友人を殺されたチャンドラーは、ベレク博士の息子のギャング集団に潜入し、サルディーニャ島で種を探すネイサン・ジェームズの上陸隊に出会う。スラッタリーは怪我を負い、チャンドラーは世界の危機に対処するために軍務に復帰して、再びネイサン・ジェームズに乗り込む。国民の食料を確保しようとするイギリスは、ベレク博士と組情報機関員フレッチャーがネイサン・ジェームズから趣旨を盗む。 かつて長男を傍観に殺されたベレク博士はウイルス体制を食用植物に移植することに成功し同時に人間を従順にする麻薬成分を仕込んで世界中の人類から攻撃性を除去しようとする。ネイサン・ジェームズはベレク博士の子供たち、そしてギリシャ海軍と戦い種子を取り戻す。シーズン5はフロリダと中米を舞台とする。シーズン4の3年後、 食料問題は解決し、アメリカ海軍は艦隊を再建し、スラッタリーが指揮する。チャンドラーは提督として士官学校の教官となっている。だが、コンピューターウイルスによりフロリダの海軍基地及び全艦船のシステムがダウンし、そこをコロンビア空軍が奇襲して、ネイサン・ジェームズ以外の全艦を破壊する。アメリカを憎み。 拡大した大コロンビアを目指す指導者のグスタボは、次々と周辺国を併合して北上する。任務に復帰したチャンドラーはメキシコ及び、キューバと連合して、グスタボの軍の阻止を図るが、キューバ内の親グスタボ勢力が政権を握って裏切り、戦況は北海域戦を挟んで到着する。チャンドラーの指揮の下、アメリカ軍はレジスタンスと共同して、キューバの親グスタボ政権を倒す。 その頃グスタボの兵がフロリダの基地に潜入して一時は大統領らを人質にし基地司令官のメーランを殺すが鎮圧される。アメリカ軍はコロンビアに上陸しグスタボを倒す。ネイサン・ジェームズは敵戦艦に攻撃されて大破するがチャンドラーが一人残って敵艦に体当たりし戦争は終結する。ネイサン・ジェームズ登場の軍人民間人の 搭乗者その他の搭乗者アメリカ政府その他の支持者、近系度大将ロシア艦隊ボルティモア免疫保持者、グループ、中国海賊アメリカ地域権力者イギリス弥勒、ギリシャコロンビアその他の敵対者。ありがとうございます。